アレルギー性鼻炎は、1型アレルギーの病態をとります。つまり、アレルゲンが i g 抗体と反応することによって、アレルギー反応がスタートします。アレルゲンから遠ざかることができれば、アレルギー反応は起こりにくくなります。対処法として、まず第一に行うことは、抗原の除去・回避です。 ハウスダストの場合は掃除などの環境整備を、杉花粉症ではマスクや眼鏡をすることでアレルゲンを減らすことが可能です。治療法としては、薬物療法や手術療法、さらにアレルゲン免疫療法の3つの大きな柱があります。実際にはこれらの治療法を適宜組み合わせていきます。 薬物療法や手術療法は対症療法といって原因が何であっても同様の治療法を行いますこれは早期に症状を抑えるために適していますアレルゲン免疫療法は根治的治療でアレルゲンごとに治療を行うもので長期間かけてじっくり効果を期待するものですどの治療を選ぶのかは 患者さんの重症度を考慮するだけではなくコストや効果の現れる時期などを総合的に考えて一人一人に合った治療法を選ぶべきです単一の治療だけで効果が不十分な場合は複数のものを同時に行っていきます本法のガイドラインでは症状の強さと症状の種類によって治療法を選びます 例えばくしゃみや鼻水で困っていれば抗ヒスタミン薬と鼻噴霧用ステロイド薬を併用することが多く鼻詰まりが困る場合には鼻噴霧用ステロイド薬に抗ロイコトリエン薬などを併用するということを行います重症になればさらに複数の薬剤を追加したり手術を考慮すべきケースも出てきますどの症状が辛く どのくらいひどいのかを担当医に具体的に伝えることによって的確,的確な治療法を選びやすくなりますアレルギー性鼻炎の治療は重症になれば複数の治療法を組み合わせる必要が出てきますまた症状の程度や何に困っているかによっても治療法が異なります診察の時に 症状を正確に伝えることによって、正しい治療法を効率よく選択することができます。治療の第一歩は、十分なコミュニケーションをとることと言えるかもしれません。